はい、久保です。今日の2回目の放送になりますね。14時30分です。まあ今こういった形で上げてこのゾーンの上に停滞してですね、そしてここからサポートに入ってきましたね。要するにサポートっていうのはここから下には今度逆に行きにくくなりますよってことですよね。ですんでこういう風な編成を考え直す必要もありますね。こういう風にですか。こうなってくるとペナントがですね、こちらからこちらに移行してきたと考えることもできるんですよね。もしくはこれは別の見方をすれば、今度はこちらからですね、こちらの切り下がっていくところと切り下がっていくところで、まあ、こういうふうに考えることもできるんですよね。これが2つ目の仮説ですけども、こうですね。これを取りも直さずこの辺から始まってこういうふうに落ちていった平行を書いてるから、だんだんこうね下がっていくフラッグなのかなってことを考えることもできます。まあこれは日足なんでちょっと大きな視点に立ってますけどもね。で4時間足を見てみましょうか。4時間足の場合ですと、ここからぐーっと下がってきて上に上がってきてるよってことになりますけども、ここのレジスタンスを破って今度はサポートになってますから、ここから今度上に推移してくるかもしれないんですよね。でそう考えた時に戦略としてはですね、こういうふうに考えてみましょうか。はい、一つはですね、ここからこのように線が引けて、もう一本線を引くとしたらこんな感じかなと。これあんまりいい線じゃないですね。これはちょっとあんまり考えにくいかな。これはちょっとこじつけすぎですね。これはね、こじつけすぎなんですけども、このアリゲーターラインが3本、アリゲーターラインっていうのはこの黄色と赤と緑のラインですけども、これがですね平行になってきてちょっと閉じてる状態なんですよ。これ移動平均線が閉じてる状態なんで、これはもしかしたらここから上昇に向かうんではないかなと。4時間で上昇に向かうんではないかなということもできますね。で上昇に向かうんですけども、これが短期的な上昇でまた下がってしまうのか、それとも長期的な上昇でだいぶ上の方まで行くのか、これをゆっくり見ていく今日は一日にしたいと思います。で1時間足なんですけども、1時間足はご覧のようにここを底辺にして上がっていく方ですね。線引いてみましょうか。こっからこんな感じで上がってますね。で、まあ、ここでもちょっと下がってるんですけども、こちらのゾーンを割ることはないんではないかなということですから、展開するこのボックスがこの辺にレンジを書くのかなっていう気はしますね。まだ判断は取れないです。だから今日はね、基本的にポジション持たずにもうリラックスして見ていきましょう。まあお昼はこのぐらいですね。何も方針決まりませんので、それは方針が決まらないってことはこれ以上の推測ができない、力がないってことなんで、それは力がないときにエントリーしちゃダメですからね。力がないときは力をつけるために相場を見るという、そんな一日に当ててみてはいかがでしょうか。夕方もう一回放送します。